を意味する言葉で、中華人民共和国河南省南陽市の近郊にある小さな山である。古くは、与山といい、南陽市の市街地から北東に3キロメートルほどのところに4平方キロメートルほどの面積で位置している。この丘は、翡翠に似た石である総主ライトを豊富に産出する。しかし、毒山蝉という通称は誤解を招くものである。この石は、 中国の新疆ウイグル自治区で産出するネフライト、すなわち、カルシウムとマグネシウムの計算塩鉱物とも、ミャンマーで産出するジェダイと、すなわち、ナトリウムとアルミニウムの計算塩鉱物とも異なり、本物の翡翠ではない。この石は、長石と緑、すレイ石の祭流が混合したものである。現在、この石は、徳山セミ、スイス翡翠、南洋翡翠などの名称で、 売買されている。中国歴の3月3日には、地元の人々がこの山に登る風習がある。徳山は、道教と仏教の聖地であり、秋代に建立された、祖師宮がある。徳山の登録には、与山禅寺があり、南陽府市によれば、中国最古の寺院とされる、落陽の白馬寺よりは120年ほど遅いが、五漢代の189年の建立という、 ありがとうございます。